やります。ストックなんで難しいと思うんですけど、コツコツ行こうかなって思ってます。3位4位ぐらいにはいるんで、まあ優勝目指して頑張ります。とりあえず壊さないで3ヒートを走り切ることが目標なんで。エンジンオン、今スタート、切っていきました。イングリッドが3世、アウトグリッドも3世、前提スタートを切っていきました。イングリッドの今ゼッケン87番のイーサン・ハイはじめマリンメカニック、さあそしてアウトグリッドのインパーゼッケン17番の佐野俊樹、まあスタートに関してはまあ3本走った中で一番自分的には良かったかなと思って、はい、とりあえずもうある程度の距離はつけようと思って、1位で合流すれば距離離してマシン温存したかったんで、壊れてリタイアだけは嫌だったんで、まあそこだけ注意しながら、はい、走りました。そして2番手に走っているのがゼッケン86番の生駒潤、そして伊佐範はじめに木田正幸、そして海辺光幸、さらに92番の林口通過していきました。さあアクアバイクランダバウト GP1 国土交通大臣杯がかかっています。木更津のメインレースを終えて9月の錦の浜大会、そしてこの10月のファイナルステージと、アクアバイクはメインステージプラス5点取りです。がむしゃらに走ってましたね。マシン温存しつつと思いながらも、やっぱり、ま、最終的には負けたくないという気持ち出てきたんで、はい、126ポイントですけども、やっぱりこのファイナルステージ出てるのと出てないのでは全然違いますからね。自分で言うのは恥ずかしいです、言うもんじゃないよそういうのはってなるんですが、ただよし、JJSA の皆さん感謝しかともそのようにおっしゃっていました。やっぱりこうやってレースができるというのが本当にありがたい、そんなところでしょうね。さあ現在トップ10はゼッケン17番の佐野俊樹選手です。左側水面を走っている黒のマシンです。さあそしてアウトコースから、アウトコースから2番手で走っているのがゼッケン86番、はじめ選手が2番手に上がってきた。元は佐野選手、そして伊佐範選手、生駒選手、海辺選手、千木田選手という着順でありました。そして元2のリザルトは佐野選手、伊佐範選手、海辺選手、生駒選手、千木田選手。ゼッケン86番の生駒潤、ここでリタイアです。千木田選手ももうヘルメットを取っていますので、千木田選手もリタイアということになります。千木田選手もリタイアということになります。7艇のエントリーでありましたアクアバイクのランダバウト GP1 ではありますけども、現在は4艇が走っていると。あ、とりあえずミスコースしないようにとか、あとね、接触しても意味ないんで、後ろとの距離見ながら、まあ別に無理せず行こうっていう感じで落ち着いて走ろうと思ってました、はい。あるという結果になりそうですが、ただ彼のリザルトで言いますと、第4戦以外は表彰台に上がるだけじゃなくて全部優勝なんです。でも最後の最後に止まっちゃうマシンというのもこれまではありました。本当に分かりません。チェ
センター部位を通過するまで分かりません。しかしこの経営の松原大会ファイナルステージでは本当に安定した走りを見せました。元ワンから全てのトップチェッカー絶景17番佐野俊樹、元ワン、元ツー、元スリーと全てトップチェッカー佐野俊樹。とりあえず、まあ、GP を経験してみなっていう形で今回出させてもらったんで、まあ、経験できたことは良かったんですけど、本当に上海さん、駒さんとか皆さん万全の状態で戦えて、まあ、そのレベルの差が実感できたらさらに良かったのかなと思います、はいはい、来年も走れたらいいなと思います、はいはい、頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした。